ロジクール G、プロ X、スーパーライトをデビューしていきたいと思います。この商品自体は少し前から発売していたんですけど、2022年の3月10日にこのマゼンダのカラーが追加されたので、今回はこのガジェットでは珍しい鮮やかなカラーのゲーミングマウスをデビューしていきたいと思います。実は今この箱が軽すぎて本当に中身が入ってるのか不安な気持ちになってるんですけど、パッと目に入る見た目だけじゃなくてテクノロジーがすごくいっぱい詰まったマウスになってるので、ぜひぜひ最後まで見てください。はい、早速箱から出してみると本体はこんな感じになってます。ちょっと箱が軽すぎたので中身が入ってる子心配だったんですけど、ちゃんと入ってました。入ってはいたんですけど、今度はこの外側だけで中身が詰まってるのかなって思っちゃうくらい本当に本当に軽いです。それもそのはず、なんと本体の重さは約 63g 未満になっています。このプロ X スーパーライトの1個前のモデルでプロワイヤレスっていうのもあるんですけど、それとほとんど形状は変わらないのに約 25% も軽量化されてるみたいです。こんなに軽量化されてるにもかかわらずびっくりしたのが、1個前のプロワイヤレスの方はバッテリーの持続時間が60時間だったのに対して、こっちのプロ X スーパーライトの方は70時間もバッテリー持続時間が伸びちゃってるみたいです。なんで軽量化してるのにバッテリーの持ち良くなってるのって思うんですけど、まあめちゃめちゃありがたいですよね。あとはなんといってもこの目を引くマゼンダのカラーなんですけど、ロジクールの公式によるとクリーンインピンク、勝利にカラーをというテーマでこの色が発売されたみたいです。これと一緒に定番マウスパッドの特大モデルの G840 のマゼンダカラーも発売されました。ガジェットでここまでポップなカラーってすごく珍しいと思うんですよね。なんか実際にこれ持ってると可愛くないですか？可愛いだけじゃなくて男女ともに持ちやすい色だし、だいたいガジェットって白か黒が定番だと思うんですけど、モノクロになりがちなデスク環境にこのピンクのカラーを取り入れることでテンションも上がるし、すごい個性が出せるんじゃないかなと思います。付属品の方はライトスピードワイヤレスレシーバーとレシーバー延長アダプター、充電データケーブル、あとはガイドとかの紙がいろいろ入っていて、ロジクールのステッカー、それとワイピングクロスとグリップテープが付いてます。このグリップテープは本体に貼って使う滑り止めなんですけど、めちゃめちゃ触り心地が良くて私これ絶対に貼ろうと思います。最後にPTFE フィート付きレシーバーカバーが付いてます。このレシーバーカバーについて次はマウスの裏側を見ていきたいと思います。この Pro X スーパーライトは前のモデルの Pro ワイヤレスと比べてこの裏面のソール部分がすごく大きくなってます。ここにはマウスの滑りを高める PTFE 素材、ポリテトラフルオロエチレンっていう素材が使われています。これでも十分マウスフィートの面積が拡大されてるんですけど、さっき付属品で紹介したレシーバーカバーをこの真ん中の G が書いてある蓋を外してそこに取り付けると、もうマウスの半分以上がソールっていう状態にすることができます。これでもマウスをどこに置いてもスイスイ動かすことができちゃいますね。ちなみに今開けたレシーバーカバーのところなんですけど、 Pro X スーパーライトはワイヤレスレシーバーをここにしまえるようになってます。なので例えばノートパソコンと一緒にこのマウスを持ち歩いて外で使おうってなっても、ワイヤレスレシーバーだけお家に置いてきちゃってマウスを使うことができないっていう状況を防ぐことができますね。はい、次にここにあるセンサーなんですけど、これは高性能ゲーミングセンサー
黄色 25K っていうのが搭載されています。これは最大解像度が 25,600dpi で人間の髪の毛の太さの約50分の1の動きまで正確に捉えることができるみたいです。ゲームをしているときはもちろん、外出先の不安定な場所でマウスを使うときにうまく言うことを聞いてくれなかったりとか、あとは些細な動きでパッてカーソルが飛んでっちゃうこととか、このマウスセンサーはそういう小さなストレスを解消してくれるんじゃないかなと思います。解像度の方はウェブからダウンロードできるロジクールのハブソフトウェアで変えることができるみたいなので、ちょっとやってみたいと思います。はい、ワイヤレスレシーバーをデスクトップパソコンに挿してプロ X スーパーライトを接続してみました。今ロジクール G のハブソフトウェアを開いてるんですけど、このマウスを接続して起動しただけで読み込まれました。さっきまで充電していたので 99% バッテリーが残ってます。こっちの G400 には私が普段使ってるマウスですね。では早速このソフトウェアを使ってマウスセンサーの解像度を変えてみたいと思います。デバイスを選択するとこんな感じで感度 DPI っていうのが出てきます。ここで DPI 速度を変更することができます。今これは800が選択されてるので、スライドしてって一番低いので100。あー、もうこんなにマウス動かしてるのにカーソルがこれしか移動されません。次に最大の 25,600 にスライドをしていきます。あ、すごい、どんどん速くなってる。これがマックスなんですけど、こんなマウスをちょこっとしか動かしてないのにカーソルがいろんなところに飛んでっちゃいます。いや、すごいけどどういう場面で使うんだろう。めちゃめちゃ難しい。1600ぐらいに持ってきたいんだけど、この今選択されてるこのひし形にカーソルを合わせるのがまず難しいです。よし、ここから、まあ、1600ぐらいにしておこうかな。1000、あ、950になっちゃったけど、まあ普段はこの辺りで使う人が多いのかなと思うんですけど、感度が100から25,600まで変えられるっていうのは、まあ、いろんな場面の需要に対応してるのかなと思います。はい、次にロジクールの独自ワイヤレス技術ライトスピードについてなんですけど、このプロ X スーパーライトは1秒間に1000回のレポートレートが可能みたいです。これは標準的な有線マウスの8倍の応答速度になってます。最近のマウスはワイヤレスでもほとんど遅延がないので、私は断然ワイヤレス派ですね。次にマウスに搭載されているボタンについてなんですけど、左右のクリックボタン、左のサイドボタンが2つと、スクロールホイール兼ここが中央ボタンになっていて、全部で5つのボタンがついています。この左右のボタンには金属バネによるボタンテンションがかけられてるんですけど、確かにもうカチカチするとすごいクリック感があって、跳ね返りも早いので連打もしやすいし、この強い跳ね返りによって連続でボタンを押した時の応答性を高めているみたいです。こちらについても5個すべてのボタンがロジクール G のハブソフトウェアでプログラム可能になっているので、ちょっとそちらもやっていきたいと思います。はい、次は感度の下にある割り当てっていうところを押すと、こんな感じでマウスが出てきます。今このデフォルトの状態は、まあ、左クリック右クリック中央ボタンで、この左サイドのボタンが進むとリア、まあ、戻るになってます。これは自分の使いやすいようにカスタマイズできるんですけど、まあ、例えば私だったらプレミアプロを使って編集するときにコントロール Z をよく使うので、このコントロール Z ですね、一つ前に戻るをまあ、この辺に割り当てることができるみたいな感じで使います。左
左側のコントロール Z のところに G4 っていうのが追加されてます。こうやって自分の使いやすいようにカスタマイズしたら、ここのマークを押すとプロファイルごとの割り当てを有効にすることができます。これをすることによってマウスに設定情報が保存されたので、移動先でも自分がカスタマイズしたこのプログラムでマウスを使うことができます。まあゲームをする人はゲームごとにゲーム内でのコマンドを割り当てると思うんですけど、ゲーム以外の場面でも自分の使いやすいようにカスタマイズした設定を保存しておけば、いろんな場面で作業効率が上がるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで今回はロジクール G のプロ X スーパーライトをレビューしてみました。ヒーロー 25K のマウスセンサーやライトスピードのワイヤレス技術ももちろんすごかったんですけど、なんといっても一番良かったのはこの軽さですね。実際に使ってみて、ここがもうちょっとこうだったら良かったのになっていう部分が本当にない完璧なマウスだなと思いました。私のデスク環境は黒いガジェットばっかりなんですけど、このマゼンダのマウスを取り入れるだけでなんだか個性的ですごく明るいデスクになったなと思いました。最近はテレワークも増えて、お家にいてもパソコンと向き合ってる時間が長くなっている人も多いと思うので、デスク環境にこの明るい色を取り入れてテンションを上げていくのもいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでこの動画が参考になったよって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。私ハルカンの個人チャンネルではガジェットの最新情報や便利なガジェットを取り入れた生活の Vlog もアップしているので、ぜひぜひ見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハルカンでした。